MLB 公式の暴走が止まりません。過去20分間、ひたすら大谷翔平ホームランについて投稿しまくり、こちらが5投稿目。大谷ホームランの打球トラッキング映像。MLB 公式すらも狂わせる大谷。大谷めちゃくちゃ嬉しそうで草。これは MVP ですわ。紛れもないスター信じられん。ほんま大谷すげえな。完璧すぎオールスター MVP も獲得やな。ランナー2人いてオールスターで意味がありすぎるホームランで草。これぞスター、これぞお祭りやな、鳥肌立ったわ。すげえ、オールスター MVP 取れるかもな。意味しかないホームランだよ。さすがやな。ここで打てるのがスーパースターの証や。昨日のテオスカーから大谷へバトンが繋がったわ、最高や。もう一打席あるなら打点が欲しいな、完封だと投手に MVP 行くかもしれないし。地球で先制のランナーとして出塁3ランで先制点、かつオールスター最初のホームラン試合に勝てば MVP 確定かな、これは。あとはワールドチャンピオンとワールドシリーズ MVP とサイヤングだけだ。地区優勝はいける。オールスターでイチローのランニングホームランを除くと、日本人のまともなホームランって初じゃない。どじゃもだけど大谷打った後やたら点取られてる気がするんだが気のせい。なんか当たり前みたいにやってるの、やっべえな、ちょっと前まで誰も信じないよ。昨年 MVP でホームランキングの日本人がオールスターでスリーラン、とか。見てる MLB のスターたちが、すげえ。って顔で見合わせてるのがすごい。今季初のスリーランホームランがまさかのオールスターとは笑。ほんとすごい、日本人初のオールスターでの柵越えホームラン。柵越えは日本人史上初めてのホームラン、マジでバケモン。日本人史上初めてランニングホームランをしたのはイチロー。大谷翔平選手はオールスターで勝利投手となり、ホームランを打った史上初の選手、とのこと。勝利投手は2021年かな。